皆さんこんにちは、濱家のケンモチです。本日ご紹介いたしますのはこちら、ファクトリー900レトロの最新作 RF017 を本日はご紹介いたします。どこかで見たことのあるテイストだなぁと思われる方、さすがファクトリー900ファンの方かなと思うんですけれども、この初代ファクトリー900レトロ RF001 の、正面からのデザインはそのままにリデザインされているというのが今回の新作になっております。分かりやすい特徴の違いとしては、やはりこのクリングスバットがついているという点なんですけれども、それ以外もですね、いろいろと実はブラッシュアップされているというのがこの RF017 になります。まず正面からは同じなんですけれども、実はフロントの肉厚がですね、ちょっと違います。こちらの方が初代の RF001、 そして新作なんですけど、比べてみますとこのようにフロントの厚みを薄く仕上げて、フロントも軽く仕上げているという特徴がございます。またこのテンプルの肉厚感、ボテッとしたこの肉厚感から生まれるレトロ感っていうのがこのファクトリー900レトロの世界観の特徴だったんですけれども、テンプルも薄く仕上げることによって装着感も、向上しているというのが今回改善されたアイテムとして RF017 が生み出されました。実際にかけた時の違いもちょっとご覧いただきたいと思うんですけれども、本日私がかけているこれも実は RF001 になります。ただ私のこのアイテムもですね、実は花盛り加工を施しているというアイテムになっているんですけれども、花盛り加工のない状態のこの RF001 の場合ですと、かけた印象、まあ普通にちょっと試し掛けする分にはいいんですけれども、やや鼻の部分の収まりがですね、ちょっと落ち着かないかなというのと、このテンプルが厚みがあるがゆえに、ちょっとフィット感を、直していかないといけないかなというアイテムになっておりました。お店によってはここの肉厚な部分、まあ私でもなかなかここは曲げられないんですけれども、やはりちょっとフィット感の調整苦労するかなというアイテムでした。それに比べますと今回の RF017 はここの部分を非常に薄く仕上げているという点と、クリングスパッドになってますので、鼻当てのこの角度もお直しができるというのがやはり魅力になってきます。かけてみた場合にですね、もうかけただけでも装着感非常にいいのと、収まりが良くなりますので、かなり使い心地のいいアイテムになってくるというのが、やはり今回の RF017 の魅力になってくるかと思います。他からもご覧いただきたいと思います。 RF001 には採用されていなかった人気カラーの黒ツートンが今回採用されています。ここの部分はクリアではなくクリアグレーが使用されているんですけれども、かけた際にこのリブの部分も程よい存在感が出るという魅力的なツートンカラーになっています。このカラーの RF001 ってないかななんていうお話いただくことがあったんですけれども、ようやく発売開始になったというところではないでしょうか。そして人気カラーのバラフツートンですね。実はこのバラフツートン今年から新色になっているんですけれども、やや黄色みの部分が若干増えてるかなというところなんですけれども、大きな違いではないのであまり気になさらずに使っていただけるかなというカラーになっております。こちらもクリアグレーが使用されておりますので、程よいリムの存在感が作り出せるというのが魅力になっております。こちらの方のカラーも今回も引き続き人気カラーになるんじゃないでしょうか。そしてこちらの方は昨年から採用され始めているというクリアグレーですね。ややグリーンが入っているかのようなグレーなんですけれども、ペールグリーンよりもグレー寄りのカラー、今までのグレーよりもややグリーンがかったカラーになっております。落ち着きを感じさせる、ややクールな印象が作り出せるというクリアカラー、なかなかかっこいい仕上がりになっているかと思います。こちらの方もおすすめカラーになっております。そして全くの新色になっている飴色のような、クリアブラウンですね。早速ご好評いただいているカラーなんですけれども、こちらの方も程よく肌なじみよく、そして、お顔の色の、表情もですね、明るく優しい印象が作り出せるという魅力的なカラーになっております。こちらの方のクリアブラウンも隠れた人気カラーになってくるんじゃないでしょうか。本日ご紹介させていただきましたのは、装着感も向上しているという新しい RF017、初代の RF001 ちょっとチャレンジしたいなと思いながらも二の足を踏んでいたというお客様にもぜひお試しいただきたい魅力的な仕上がりになっております。本日ご紹介させていただきましたのは RF017 です。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。